皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。今日はですね、幼なじみちゃんとクッキーを作ってます。ちゃんと消毒して感染対策バッチリでやっていきたいと思います。何歳からの幼なじみやっけ？4歳ぐらいか。近所なんですよ。で、もう生地は作ったんですよ。生地を作るところを見せろよっていうお話だと思うんですけど、生地は作ってしまって、後から動画撮ることを思いついてしまいましたので、もちゃもちゃさんっていう YouTube やられてる方のレシピを参考にしました。かわいいクマさんとか犬を作ろう。生地はアイボリーと茶色と黒となんか紫ピンクみたいなのを作ったんですけど、100均で全部買った。普通のクッキー生地にココアパウダーとブラックココアパウダーと紫芋パウダーやったっけ、入れてんな。ほんまにこんなんできんのかな。犬猫クマや。本当に美術のセンスがなくてですね、昔から。え、ほらほらほら、クマさんっぽくない？かわいいじゃん。ジニアでこの動画、作業用 BGM やな。もう見て、あ、ぽいぽい。うん、おー、いいやんいいやん。結構難しいな。え、でもいい感じやねんけど、私多分。めっちゃ、え、ちょっと悪口、デブって言わないで。クマになってんけど。最高傑作。でも後ろめっちゃ太ってる。でも怖くない？ちょっと見て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 。取れへん、大丈夫？ほら。体の方がちっちゃくすればバランスいいんか。時間かかんなこれ。朝になりそう。まあでもさ、マジで NMB の間こういうことできんかったからさ、なんか取り返してるわ今。でも高校の時も一回一緒にやったよな、バレンタイン。あ、やったやった。何作ったっけ？なんか炊飯器でガトーショコラ作らなかった、うん、あ、作った作ったよな。うん、何やかんや高校用あってた気がする。高校の時が一番遊んでたな。うん、高校ちゃうかったけど、天王寺で待ち合わせすんねんな。プリクラ何枚もとも豚みたいな犬できた。ぺちゃんこすぎんか。あとさっきデブって怒られたからちょっとスリムにした。小中高と割とこの幼馴染さんといたんですけど、もう一人一緒に行った子がいて、最近結婚したんですよね。寂しいな。めでたいけどね。周りの結婚報告ばっかり最近は。25歳ってそういう年なんかな。え、豚っぽくない？あ、ぽい。かわいい。豚さんです。そんな悪かったっけ？え、技術？テストの点数はいいけど、技術の方は悪かったな。リンゴの絵とかやったな。影描くデッサン。デッサンやったやった。真面目にしてなかった。真面目やったって。なんか遊ぶのは遊ぶけど、勉強はちゃんとしておけばよかったけど、どう、中途半端に遊んで中途半端に勉強して一番面白くないパターンになってしまったよな。うん、塾で怒られるの嫌やったからさ。あ、見て、かわいい。クマです。ちゃんもマシも続くろ。もう飽きてきてるやん。昨日あんなにテンション上がってたやん。これ作ろうって。ミッフィーちゃん作りたくなった今。ミッフィーの顔だけ作るわ。もう体めんどくさい。それにペケ描いて、ミッフィー。あ、そうや、同じ時期にね、教習所通ってたんですよ、私たち。同じとこではなかったんけど、お互い教習所通ってて、マジ、応急救護とかただただシュールじゃない。私、応急救護のさ、ペアの女の子さ、多分気づいてないんやろなとか思っててんやんか、私のこと。普通に若女の子やってんけど、うん、でも終わってから、教習所行ってたみたいな動画出したらさ、コメント欄でさ、うん、かりんと応急救護、ペアだった時はびっくりしました、みたいな。バレてたんや、みたいな。はずみたいな。そういう時って言ってほしい。言ってほしい。あ、言ってほしい。気づいてんにやったらもう声かけてほしい。そう、どっちやろうが一番こっちも気まずいし。なんかネイルサロン行ったりとか、例えばまつげサロン行ったりとかで、うん、エステの人とかにバレてたらもう言ってほしい。でこっちから言うの恥ずかしいやん、そんな。まあそうだな、うん、向こうが気づいてないと気まずいな。そう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 、ひたすら気まずいやん、そんな。何が一番嫌やった気を知るよ。応急救護。あ、応急救護ないやん。うん、何が嫌やった。全部嫌やった。いや、全部嫌よ、さ。一生行きたくないもん。あんなみんなな、軽々しく、教習所なんて全然すぐ終わるよとか言うやん。言う。嘘やで、あれ。すぐ終わらんから。もうこっちとらもういつも命かけて必死で行ってんのに。なんだっけ、効果テスト？あれが一番嫌かも。めっちゃむずくない？うん。学生時代に取っとけばよかったなってめっちゃ思う。わかる。なんかこう、大人になって勉強するってこんなにも難しいんやって思ったな。うん、頭に入らん。入らへんよな。
あと一番気まずかったのは最後のあの実技のテストの時に、うん、なんか一緒にやった女の子がめっちゃ余裕そうやって、うん、めっちゃ余裕そうやなと思って、私結構ドキドキしてたのに、その子はめっちゃ余裕そうで、あこの子運転うまいんやと思った。開始10秒ぐらいで信号無視でアウトになったのがで、その後やっぱ一回ミスったら教習所帰らなあかんねんな。先生がこれアウトやねみたいな、帰ろっかって言った後の車内ひたすら気まずかったわ。めっちゃ気まずいやつや。めっちゃ気まずかった。私仮面の時めっちゃ緊張した。開始10秒の時にさ、もうさ、うん、すぐ指示器出してみたいな、であの障害物どけてみたいなとかってなんか、うんうん、で指示器出すのになんか焦ってパーって出しちゃって車内に響き渡ってね、それも恥ずかったなんか狭いからさ、うん、教習所の中のコースがわかる、すぐ出さなあかんや指示器。え、そうやねんな、ずっと指示器出さなあかんやな。永遠に触ってたもん。わかるわかる。あとワイパー出た時恥ずいよねその私が行ってた学校のところがあの校区内というか、その子が地元の子がいて、友達に聞いたら、え、あそこの学校の仮校区マジむずいよみたいなよく頑張ったねみたいな。相当むずかったもん、学校によってちゃうねんって。なんか自分とこがさ、うん、授業がオンラインやったからさ、うん、聞き逃したらさえ、オンラインやったんでもめっちゃよくない？なんか巻き戻しできひんから。ああそうなんや、聞き逃したらもうアウト。結局じゃあ自分で調べて勉強しなあかみたいな感じ。うん、それかもう一回聞き直すかみたいな最初から。え、追い越しめっちゃむずない？複雑すぎん追い越しの話何キログラムとかさ、うん、ああめんどくさくあれ覚えるのめんどくさいな。私一番悲しかった話していい？うん、この人何人おんねやろって思うくらい毎回教習所で会う外国人の方がいらっしゃってんやんか。ほんまに私の仮面のテストの時も入学の時も、うん、1個目の学科も本試験もずっとその人と一緒やって、多分タイミングが一緒やってんけど、でも私結構さオーダーメイド制みたいな感じでさ、うん、自分でスケジュール決めてさ、うん、通ってたからさずっと同じ人はおらんはずやねんけど、うん、もうその外国人の方だけはずっと一緒やってん。なんでこんなにも一緒になるかねって思うくらい。教習所終わって卒業しましたってなったら自分でさあの試験所行かなあかんや、うん、そうで行くってなった時にそこはさもういろんなさ教習所から来てるさ同じ時期に免許取ろうとしてる人たちが来てるわけやんか、うん、しかも私結構スケジュールさ変な感じで行ったからさ、うん、まあ誰にも会わんやろな同じ時期に卒業した人と思ってたらさ、うん、その外国人の方またいてさみたいな、もうびっくりする、ほんまついてきてんちゃうかなってむしろ私がついていってんのかなってぐらい運命感じちゃうレベルで、向こうは何も覚えてないんやけど私のことそんなに会うわけだからさ、結果が気になったわけよその外国人の方の、受かったかなと思って。でなんかそこの本試験所のところがコロナ対策であの結果発表とかもさ、うん、一斉にあーみたいなのがなくてさ、うん、もうマジで喋らないでくださいみたいな感じでこう掲示板が出てるとこを一列にこう歩いてこう自分の番号を見て帰っていくみたいな、すごいシュールな感じやってでなかった人は帰って荷物を取って出て行ってくださいって言ったら、その外国人の人出て行っちゃって、あんなに一緒に頑張ってきたのにここで離れるかと。悲しかったな。元気ですか？一生忘れられない思い出になっても、うん、え、でもみんなな教習所のことなんか何も覚えてないみたいに言うねん友達。なんであんなに濃かった日々はないよな。うん、私はでも教習所行ってる間はずっとあのひよごんちゃんの動画を見て元気もらってた、うん、そう言われて私も見た、うん、見た？ファンになったもん、もう。いや、わかると思いながら見てた。なあれが正しいよ、教習所の気持ちとしては、うんうん、何をみんな私の友達は余裕余裕みたいな、すぐ終わん、何も覚えてへんもんみたいな。全然余裕じゃなくて、一回なんか教習所内のコースに間違えて普通におじいちゃんがバイクで乱入してきて普通に外走ってたおじいちゃんがびっくりした。私も一生出社はできない。一生無理。何か教えてもらっても未だによくわからんか、一人で乗られへん。教習所でそんなに教えてくれへんから。じゃあ教習所でさやってるさあのさ駐車のさ方法ってさ、あの景色でどう覚えるかじゃない、うん、ポールを見て、え、そうそうそう、ここでポールが見えたらここで切るっていう教え方するやん、うん、でもあれさ別にさ日常で使われへんな。使われへん、うん、縦列駐車とかあんま教えてくれんでいいからさそんなことよりさ、うん、ちゃんといろんな駐車を教えてほしいよ。縦列は使わへん多分両方に車を折る手でっていうのを教えてほしかったな。ほんまに分からへん、ほんまに分からへん私リアルに。なんか私家の駐車場前から突っ込むタイプやからさ、うん、実家の駐車場がだからさ出るときどっちに切ればいいか分からへんくてさ、いつも一か八かで切って、うん、あこっち向いたみたいになんねん
私中学校に戻りたいな。 NMB 入ってよかったなって思ってるし、何にも後悔してないけど、別の人生も知りたい。うん、ギャルメイクしてるってめちゃめちゃギャルメイクしてたやろなほんまに。 NMB 入ってたから収まってたものの、休みの日とかもほんまに反動やばかったもん。私放送部やったから放送室でめちゃくちゃ化粧しとったわ懐かしい。影持ちしてたやん。そうそうそう、放送部と作動部の掛け持ちやから。でも今の頭があったまんま中学戻るやったら絶対ちゃんと勉強するな。ほんまにほんまにちゃんと勉強はした方がいい。え、1年の時は同じクラスなの覚えて、2、3違うかった。そうやね、中2とか何の記憶もないねんけど。もうだって普通に無理やねんけどって思って、毎日さ帰ってきてもさ見起こしの映像とか見てさ、うん、ダンス覚えてさ、で次の日学校はね、無理やんか、ね、ママに毎日叩き起こされてたもんあんた学校行きやみたいな、ちゃんと学生しなあかんやろみたいな、もういや無理行きたくないみたいな発狂してた。お願いやから休ませてみたいな、お願いやから行ってみたいな。それ高校3年間もずっとやってたから技術のなんか多目的ラックみたいなの作りましょうみたいな授業あったやん。うんうんうん、あれ普通にやればさ授業時間内に終わんのにさ、うん、もう授業中から喋りすぎてさ、うん、何にも終わらんくってさ、半年ぐらい居残り授業通ったよな。通ったあれ終わらんのよ、終わらんのよ、ノコギリ使うやつ終わらんねん、切れへんねんもう力ないから部活とかしたかった。あー、え、どっち、スポーツ運動系なのか、運動、どんな人生やったんや、まあ、ほんまに何にも後悔してないで、何にも後悔してないし今でよかったって思ってるけど、うん、なんかどういう人生やったんかなっていう、うん、もしも NMB に入っていなかったらバージョンみたいな感じ。想像できるな、うん、ギャルにはなりたかった平成のギャルめっちゃ可愛い。三日月桃子でさ、うん、お揃いのキーホルダー買ってさ、うん、お揃いのブレスレット買ってさ、うん、つけてたよね。つけてたでも別に私がどういう仕事をしようがどこにいようが、うん、マジその地元のずっと仲いい友達はみんな仲良くしてくれるから嬉しい。見てない、そういう風に芸能人として見てない。何も変わってないねっていう言葉が一番褒め言葉かもしれない。そうだ、うん、全然変わってないなんかすごい変わられてたら、うん、こっちもどうしたらいいか分からない。確かにどれが正解か分からない、うん、なんかでもほんまにな、これはな、私って結構思ってることがあってな、うん、結局さ私ってさ商品とか売ってるさ人たちはさ、うん、言うたら普通の方たちなわけやんか、うんうん、でもさ私がさその芸能人芸能人しすぎてさ、うんうん、そっちに染まりすぎるとさ、うん、絶対さその人たちに刺さる商品は生まれへんと思うね。うんうんうん、やっぱさどこか麻痺ってくるわけよ、うん、何が普通かわからんくなったりとか、そうそう、生活も前よりは変わってるし、なんか NMB にいた時は同世代の子たちがさ周りにいたけどさ、うん、今はいい日にわけで一人やんか、うん、なったらさ自分はさその世間の感覚とずれてしまってないかっていうのをすごい心配になるんだよな、うん、でもみんなといたら一緒なんやって思えるから、だからみんなが私と遊んでくれへんくなったら、あの私はもう変わってしまったんやって思うようにしてて、まあ今とか遊んでくれてるからありがとうって感じ。いや、ゆいとも言ってたけど、うん、あかりが変わったらもうビンタするって。あかりが変わったらビンタする。パパーン、できました、かわいい。じゃあちょっと焼いてみよう。ちょいと一旦ハートとか失敗しても良さそうなやつはオーブンに行ってみた。で、これ買ってたの忘れてたから、100均でこれ買ったから、これをボタンみたいな感じでつけていこう。かわいい、かわいいじゃん。とりあえず試しで焼いたバージョンが上がってきました。焼けてるかな、うん、いただきます。あ、でもいけそう。おいしい。うん、あ、おいしいよ、うん、うん、できたよみんな。じゃーん、ちゃんと焼き上がってきた。これにブランクココアのやつを水で溶かしたやつで顔を描いていきます。かわいいよ。豚さんです。かわいい、楽しい、めっちゃこれ、うん、これ楽しい。なんか割とココアパウダー固めがいいかも。ちょっとゆるいと結構にじんじゃう。パンダさんです。これもらったら絶対嬉しいわ。猫できました。普通に可愛くできてんけど、めっちゃ時間かかるけど、だって何時からやった？4時間ぐらいかかったから結構大変かも。まあ本当に近い人とかにはね渡してもいいと思うけど、ちょっとご時世的に渡しにくいから食べたいと思います以上、
私、あかりんこと吉田あかりと幼なじみちゃんでした。バイバーイ。バイバーイ。